けますクッキング、今日やる料理はね、じゃじゃーん、またしても生ラーメン買ってきましたよってことで、これはもう本当に最近ちょっとあったかくなってきたんで、超簡単ラーメン屋のまかないシリーズね、家で作る簡単シリーズとも言えるんですけど、僕らが普通に食べてるもうまかないみたいな感じで、めちゃめちゃ簡単で美味しい中華麺の食べ方紹介します。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。まあね、一人前って言ってもこれでね、一人前2個ね、2玉でネギ適量、はい、こんだけです。じゃあ早速やっていきますよ。今日はもう本当にリアルまかない的なやつなんで、まあ大して難しいことは何一つありません。はい、じゃあ とりあえずいつも通りこうネギ切りますね。もうね、今日は本当にまかないだから何の技もないよ。何の技もないけどめちゃくちゃうまいから。でいつも通りね、こうやってこういうのにこうバーンって入れて、水をまあ 200cc ね、はい、入れます。はい、そこに、はい、毎度おなじみ2名のつゆ、はい、こちら、はい、100cc 入ります。はい、これだとさ、もう普通にそばのタレじゃないですかね。なんだけどここで今日ザルラーメン作るんです。ザルラーメンね、ザルラーメンの場合はここでこれ入れるのよ。このラー油、辛いのが苦手な人はここごま油でもいいよ。でこれちょっと多めにこうちょっと入れてね。であとブラックペッパー、ペッパークリームってことね。これをね、パパパッと入れる。でこれはね、あのお好みでいいんだけどちょっと強めがいいよね。でこんな感じで入れて、あとまあごまね、ごまをこうなんかすりながらこう入れると、そうするとね、香りがめちゃくちゃ立つから、こんな感じで、よし、こんな感じでラー油とブラックペッパーを効かせるっていうのがポイントだね。で、これで今日のつけだれ完成です。で、あとはもう麺を茹でるだけなんで、もうなんて簡単なんでしょって感じですけど、これめちゃくちゃうまいですからね。じゃあ、タレを用意したところで、じゃあ麺を茹でていきましょう。で、このザルラーメンに関しては、まあどんな麺でもいいですよ。太麺が好きな人は太麺でもまあいいんですけど、このね、冷たいザルラーメン、この感じにはやっぱこの細麺の方が合ってますね。で、まあ一人前、朝食の人はこれ1個でもいいと思うけど、ほとんどね、足んないと思うよ。大体成人の男性だったら絶対2人前か2玉必要だと思います。じゃあいつも言ってるみたいにね、このね、麺茹でるときは必ずね、こういうもうどこのご家庭でも今あると思うんで、この業務用麺茹で器で茹でてください。でこうやってこう入れたらしっかりこう最初にこうね、しっかりこうほぐす。でもしね、万が一業務用麺茹で器が家にない場合はちょっと大きめのお湯を張ってね、たっぷりのお湯で茹でてください。そしてね、いつも言ってるけど、こういうこの冷やし中華だとかザルラーメンだとかつけ麺だとかに持っていく場合は、普通のやつはこう中華麺で少し硬麺でも全然、まあ、硬麺美味しかったりするんだけど、冷たい麺に持っていく場合はいつもよりだいぶ柔らかいなーってとこまで茹でてください。そうしないと水でガッと締めた時にこう麺がキュッと締まって硬くなるんですよ。それを踏まえて必ず柔らかいな、茹ですぎちゃったかなぐらいのまで茹でてください。そこだけ気をつけながらゆっくりめに茹でてください。柔らかめに茹でてください。はい、しばらくこう茹でていくとね、こうしっとり上がりますよ。しっとりした感じね。でこれ普通の中華麺で温かい麺に持っていく場合はこうちょっとね、こう触ってちょっとまだ芯があるなぐらいでちょうどいいぐらいなんですよ。この冷たい持っていく場合はもう完全にこうしっとり、こうしっとり感が感じられる感じで、こうやって触ってみたら完全にもう透明になってる、こういう状態にまでしっかり茹で上げてから冷水で冷やします。じゃあ早速これちょっとね、冷水でちょっとビシッと冷やしていきます。はい、そしたらね、しっかりこう冷やしたら、いつも言ってるけどしっかりね、水切りしてくださいね。しっかりこう水切らないとタレが薄まっちゃうんでね。はい、そしたらこんな感じで、これ100均で買ってきたね、この器、これまあ雰囲気あっていいよね。こんな感じでこう盛り付けて、はい、そしたらね、これにはね、ザルラーメンにはね、この海苔がね非常に合うね。普通の刻み海苔でもいいんだけど、あれだとねちょっとパンチ力足んないんだよね。だからこの板海苔の方がいい、このザルラーメンに関してはね。これをさ、もう好きなだけ、うん、これはね、もう本当に適当にこうこんな感じで十分。ちょっと海苔の風味をしっかり効かせたいのね、うん、この結構ほらコシがあるから、このぐらいね、海苔も入れるんだったらこうやってこうパンチ力つけた方がいいのに。まあこんな感じで適当に海苔を好きなだけちぎってあげて、よし、
はい、完成しました。今日の簡単料理ね、はい、研磨寿司超簡単、ザルラーメンの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。ようしゃね、早速ね、食べてみたいと思います。しかもな感じこれだよ。もうね、ザルそばとまた違うんだよね、これね、これ中華麺だよ、中華麺の細麺。はい、じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。美味しい、もう毎日楽しい。へへへってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。へへへ、すんげー単純なんだけどめちゃめちゃうまいっすね。これね、本当にね、すごくこう中華麺に合ってんだよね、このタレが。うん、でこれ本当そうめんの時に悪魔そうめんってやってるけど、まあそれに大体ほぼほぼ似てるタレなんだけど、これね、中華麺にめちゃめちゃ合うの。このなんとか中華麺独特のコシってあるじゃないですか、こうなんていうか、そばとかうどんにない、このコシにこの甘じょっぱくてラインがビシッと効いてね、胡椒が効いてるタレ、すげえ合うんですよ。ちぎった海苔がまた合う。夏場何回食べるかってぐらい食べるんだけど、めちゃくちゃうまいですよ。うん、でこれに関してはもう本当にね、お酢なんかもこう好きだったらシャーッとこう入れてもいい。でこれいつもこう言ってるけど、タレに入れちゃうとねあれなんで、いつも俺麺にかけんだよ、こうやってね。でこう麺にかけた方がこうダイレクトに酸味とかが感じられる。でこっちをね、あんまりその味を変えずに味変できるからさ。でこれでお酢ちょっと切ったやつをちょっとだけこう入れて、最高、本当美味しいよ。この爽やかなスキッとしたピリッとしたこのつけだれに、このビシッと締めたこの中華そば、最高に合う。これね、絶対ね、麺ね、一玉じゃ足んないですよ、皆さん。女性でもね、おそらく一玉じゃ足んないんじゃないかな。少なくても2玉だと多いかもしれないけど、1.5 玉ぐらいは茹でた方がいいと思いますよ。そのぐらいね、スルスルって入っていっちゃうから、あの意外と食べれる。普段 1.5 玉なんか絶対無理とか思ってる人も余裕で食べれる、これだったら。たまんない。メジャーじゃないけど、僕らはしょっちゅう食べててこの美味しさ知ってんだけど、これもね、一般の人とぜひやってもらいたい。これできればこのね、トップバリュー部のこの細麺、これめちゃくちゃ合ってるから、 できたらこの麺入手できたらこれでやった方がいいと思う。これほんと最高です。ってことで、お好きな人は酢をバーンってぶっかけて、辛みが好きな人はもっともっと一味とかブラックペーパーパシッと効かせるのもいいと思います。ってことで、今日のこの簡単料理ね、まあ僕らラーメン屋がしょっちゅうこの夏場に向けてね、あの食べるこのまかない的なやつ、研磨寿司超簡単、家でできる超簡単ザルラーメン、はい、大成功です。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。